はい、みりでーす。今日はね、ちょっとこんな部屋着で失礼します。見て、かわいいでしょ。なんだっけこれ、キノコじゃなくて栗？栗棒かな。まあいっか、そんなことはいいんで、今回はですね、私が今まで使ってきた美白ケアアイテムの中で特におすすめのものをご紹介していきたいと思います。でね、まだ今の時期こう紫外線そこまで気にならないんですけど、もうこれがね4月5月になってくると一気に紫外線量も増えて、でね、そこからこう慌ててケアをしてもね、美白ケアって間に合わなかったりとか、ちょっと足りなかったりすることが多いので、今からしっかりと美白ケアしておくことが大切なんです。ということで、まずね、日焼け止めからご紹介していきたいと思います。で、私すごくおすすめのね、コスメとかスキンケア商品聞かれることが多いんですけど、まあ、一番聞かれるのはシートマスクで、その次に聞かれるのが日焼け止めなんですよ。そうだからね、これを機にね、ちょっと私のおすすめの日焼け止め3つあるんですけど、それをざっとご紹介していきたいと思います。これからご紹介しようかな。じゃーん、こちらビューティーオブジョソンのリリーフサンライズです。これはね、以前にもご紹介したことがあるんですけど、すごくね、肌なじみが良くて、水分量が多くて、こう、スッと塗れる感じで、で、こう、肌への密着度っていうのもね、すごくね、私は感じていて、色があったりとかね、するわけではないから、こう、コントロールカラーとか、化粧下地の役割ができるっていうわけではないんですけど、ファンデーションの下に、この日焼け止めを仕込んどくと、すごくね、肌がね、こう、ピタッと密着してくれるっていうか、肌をすごく綺麗に見せてくれるっていう役割をしてくれる日焼け止めです。今日ちょっと肌を綺麗に見せたいわとか、なんかご飯食べに行くとか、デートとか、そういう時は割とね、これを使うことが多いかなっていう感じです。続いてはこちら。じゃーん！ラウンドラボの白樺水分サンクリームです。まあこれはね、もう韓国のオリーブヤングでももう大人気で、まあ結構見たことある方もね、多いと思うんですけど、これ私リアルに3本目とかです。冬の乾燥がひどい時期にも、やっぱりね、水分量がすごく多いので、毎日のように使ってました。これは日常使いって感じかな。で、もうテクスチャーがほぼ乳液なんですよ。そう、だからね、一回これ使っちゃうとね、他のね、日焼け止めになかなか戻れなくなっちゃうぐらい、つけ心地が軽くて大好きな商品です。はい、続いてはこちら。じゃーん。こちらはですね、オキシデンシューティカル酸素サンクリームです。これね、見たことない方も多いんじゃないですかね。私がこのクリームにね、初めて出会ったのは7年くらい前の韓国の皮膚科なんですけど、まあ、皮膚科の先生にこれすごくいいですよって勧めてもらって買ったのが最初なんですけど、もうこれはね、めちゃめちゃツヤ肌になります。こちらヒアルロン酸を含んでいるので、保湿クリームみたいな役割をしながらしっかりと紫外線ケアもできるっていうアイテムなんですけど、これね、このサンクリームの他に BB クリームと、あとクッションファンデもあって、その3点を一緒に使うと、もうびっくりするぐらいのツヤ肌になります。そうで、私どっちかっていうとツヤツヤっていうよりかは陶器肌の方が好きだから、夏はね、実は出番がちょっと少なくなるので、他のね、このあたりのアイテムを使うことが多いんですけど、もう冬のね、乾燥している時期はもう大活躍でした。そう、だからツヤ肌になりたいよって方はね、ぜひ一度試してみてください。これは韓国のオリーブヤングには売ってなくて、Q店では購入することができるので、ぜひチェックしてみてください。はい、続いてはね、飲んで取り入れる美白ケアアイテムをご紹介していきたいと思うんですけど、それがこちら。じゃーん。こちらはサファデイスノーって言って、韓国で人気のグルタチオンサプリです。で、去年の4月から日本でも Q店で購入できるようになったんですけど、発売してすぐに人気ナンバーワンで、今でも美容サプリメントランキング1位っていうね、大人気の商品なんですよ。で、グルタチオンって美白ケアに欠かせない抗酸化作用が高い体内で作られる成分なんですけど、それがね、年々やっぱ年を重ねるにつれて減少していくんですよ。だから私は絶対こう外から取り入れた方がいいなって思っていて、なんでいろいろねある美容サプリの中でこれを選んで飲んでいるかっていうと、グルタチオンって純度がめちゃめちゃ大事なんですよ。
で、その純度自体書かれてない商品も多いんですけど、だいたいグルタチオのサプリって 1000mg 入ってますよって書いてあるものが多いんですけど、純度は 2.5% って小さく表記されていることがあって、でそうするとね、実際に入っている量って 25mg なんですよ。そうだから、あのグルタチオのサプリを買うときはね、ぜひそれチェックしてから買っていただきたいんですけど、その点ね、このサファデイスノーはグルタチオ酵母エキスがね 200mg 入ってて、純度が 50% ってことはね、 100mg 入ってるっていうわけで、しかも3月からねリニューアルされて、なんと純度が 75% に上がって 200mg 配合っていう、約ねもう2倍になって出るっていう、買う時期今だったじゃんっていう感じなんですけど、他のねグルタチオン以外の成分もすごいんですよ。ただちょっとこれ難しいので、ちょっと読ませていただきますね、すいません。肌改善特許成分として認められたニュートロック酸っていう、紫外線による炎症を抑えてくれる成分や抗酸化ビタミン6種が老化の原因の活性酸素を除去してくれて、グルタチオンと一緒に摂ることで相乗効果を発揮する成分構成になってるっていうことなんですよ。すごいですよね。そうだからね、これだけねすごくいい成分が入っているから、実は美白効果だけじゃなくて、後半弾力シワにも効果が出てますよっていう臨床試験結果が出てるんですよ。だから1日1回さ、これを3錠飲むだけでそれだけのケアができるって、もう最高じゃない。で、私がね一番最初にこう効果を感じたのが、だいたい2週間目ぐらいの時で、あの夕方ねお買い物してて、パッと鏡を見た時に、いつもだったらもう夕方なんてさ、もうくすみまくり、もう見てられないぐらい、もう誰って感じなんですけど、くすんでないどころか、あれちょっと白くなったかなっていう感覚があって、でねレビューを見たら、結構他のね方も2週間目ぐらいで効果とか変化を感じている方が多かったです。え、ほら見て、なんかさすごいいい感じじゃない？アプリ使った肌みたいじゃない？それは言い過ぎか。でもね、ほんと自分的にはすごく状態が良くって、そうくすみとかも最近気にならないから、めちゃめちゃ気に入ってます。しかもこれね、あの美白サプリの中で唯一韓国食品医薬品安全所の認定を受けてるサプリメントなんですよ。そうだからさ、やっぱすごく効果があっても、やっぱ安全じゃないものって怖いから、安全って一番大切じゃないですか。でもねこれはね安心して飲むことができるんです。このサプリメント、あのサイズもね、あの大きすぎることないので、きっとね、あの皆さん飲みやすいんじゃないかなと思うんですけど、ちょっとね見てもらおうかな。サプリメントってさ、めちゃめちゃ粒でかいじゃん。これがね私が以前飲んでたサプリなんですけど、でこっちがねサファデイスの、ほらこんな感じのサイズ感です。まあこれでも私ね2粒ねごっくんって飲めたぐらい、まあでもこれ結構ね飲みづらかった。でもねこれだとほんと半分ぐらいだからね、割とね飲みやすいんじゃないかなと思います。まあ、このサプリの中に入ってるニュートロック酸っていう、さっきあの説明した成分がそうなんだけど、3ヶ月飲み続けると、あの紫外線に対する防御作用っていうのがすごくね高くなるっていう結果が出てるので、だからまあ今の時期からね紫外線強くなる時期に向けて飲み続けるっていうのがおすすめです。そうだから私結構ね結果出てるので、まあ、もしよかったら皆さんも気になる方一度買ってみてください。続いてご紹介するのがこちら、じゃーん、ナンバーズイン5番、白玉グルタチオンシーふりかけマスク。はい、もうこれはね以前もご紹介してるんですけど、もうこれにかなう美白シートマスクに出会えてない。だからもうこれよりもこうくすみを飛ばせたりとか美白になれるパックがあったら逆に教えてほしいっていうくらいおすすめです。もう大好きです。美白にもなる、もうくすみパンって飛ばしてくれるんだけど、それだけじゃなくて保湿効果も高いから、保湿シートマスクとしての役割もね全然担ってくれるっていう、もう超優秀なマスクです。そうだから皆さんね、あの一度試してみてください。で感想を聞かせてください。はい、ということで今回の動画はこの辺で、チャンネル登録、グッドボタン、コメントなどなどお待ちしてます。ではまた次の動画で、バイバーイ。